アブロックオリジンはコンテンツフィルタリングのためのブラウザ拡張機能の一つである。フリーかつオープンでクロスプラットフォームのソフトウェアである。Google Chrome、Chromium、Microsoft Edge、Modzilla Firefox、Opera、Vivaldi において利用可能。また、Tales に搭載されたトアブラウザにも標準で組み込まれている。アブロックオリジンは テクノロジー系ウェブサイトから賞賛を受け、同様の機能を持つ他の拡張機能よりもずっとメモリ使用率が少ないと報告されている。アブロックオリジンが宣言している目標はユーザーに自分自身による選択を可能にする手段を与えることである。2016年現在、作者かつ主任開発者であるレイモンドヒルによって開発、保全が続けられている。 ヒルはより古いブランチであるアブロックが、このプロジェクトに極めて不適合であるとして、それのサポートから手を引いた。定裁として、そのブランチはもはや保全されていない状況である。アブロックオリジンからのフォークを企てた、ナノアドブロッカーも更新が止まってしまっている。結果的に、アブロックオリジンの未日々の更新に成功している。アブロックオリジンは初めは、ミューブロック、と名付けられていた。 しかし、お、どのように読めば良いのかという混乱を避けるため、ニューブロックは、後にアブロックに名称が変更された。開発は高度なユーザー向けのメイトリックスという、拡張機能に加えて、HTTP スイッチボードのコットバイスからフォーク、されて始められた。アブロックオリジンはコミュニティが維持する、ブロックリストを利用する前提で開発されているが、特色が加えられ、 コードの質はリリースできる水準まで上げられた。最初、2014年6月に Chrome と Opera 向けにリリースされ、2015年冬までに他のブラウザー用に拡張された。2015年4月、5月にかけて、このアブロックプロジェクトは異なるリポジトリを持つ、次の2つの拡張機能に分割された。アブロックは後に u b l o k o r g で提示され、 アブロックオリジンは元の開発者による取り組みが続けられることとなった。ありがとうございます。